フェアリー・ファイア・フラッシュはイギリスの最初の空対空ミサイルで誘導方式はレーダービームライディングであった。成功したとは言えず実戦配備された数は少なかった。ファイア・フラッシュは軍事省からの空対空誘導ミサイル要求に応えて開発された。プロジェクトは1949年に開始され、レインボーコードゲームは当初ピンクホークとされたがブルースカイに変更された。 1955年までに約300機のミサイルが製造されたが、イギリス空軍は、ファイアフラッシュは兵器としては受け入れがたいと判断した。1955年から1957年にかけて、ファイアフラッシュは、ウェールズの RAF バレー及び南オーストラリアのウーメラ試験場で、第 6J イストによって試験が実施された。試験には、 第一誘導兵器開発飛行中隊のミーティア NF-11 試験機が使用され、その後スーパーマリンスイフトが使用された。ファイアフラッシュは1957年8月に少数が採用されたが、ピストンエンジン爆撃機に対しての限定的な能力しかないと判断された。翌1958年の8月から RAF はより、 実用的なデハビランドファイアストリーク赤外線誘導空対空ミサイルを配備した。ファイアフラッシュはビームライディング方式のミサイルで発射母機からのレーダー波に依存した。ミサイルは胴体前方に取り付けられた2機の固体ロケットブースターにより推進されるという非常に変わった構成であった。ブースターは発射の1.5秒後に切り離され、 ミサイルを標的に向かうコースに乗せる。本体にはエンジンはない。このような構成を採用したのはロケットから噴出される4化粒子がレーダー信号に影響を与えるのではないかと懸念されたためである。しかし、この方式はミサイルの飛翔距離、時間を大幅に限定するものであった。さらに、その後の英国内及び国際共同開発によって ロケットの噴煙を通してでも誘導は可能であることが判明した。ありがとうございます。